はい、キキャップです、今日は家から8分ぐらい行くとイーストリバイがありますので、そちらに行ってスケッチをしてきました。今日はなんか朝早く起きてしまって、たまにやったことないやると思って、スケッチをしに来ました。イーストリバーは、ニューヨークマンハッタンの、東側に流れている川でございます。西側がハドソンリバー、ここはね、イーストリバーでも、向かって左側にこう橋があるんです。それがルーズベルト、ルーズベルトの中ルーズベルトという川の真ん中にありまして、ここの右手にある橋がですね、クイーンズボローブリッジって言います。サイモンとガーファンクルの、59丁橋っていうか、そういうタイトルがあると思うんですけど、それがここの橋になります。この橋のところにはねですね、トラム川っていうのがあって、まあケーブルカーみたいなやつですが、こうその島をね、交通の便として使えるようになってるんです。赤いね、箱型のケーブルカーなんですけど、トラムウェイに乗ってそこに行ったりして、ね、あれですね、桜祭りとか、桜祭りとかね、桜のお花見とか見に行ったりするところですけどもね、僕も近所ですけど、トラムウェイ、この島に行くにはだいたい5分くらいかな、車に乗ったらね、そのトラムウェイ、まあだから結構近いですよ。で、今日はそのマンハッタンの海からの風景で、ここの橋とね、ルーズベルトアイランドの風景を描いてみたいと思いますということで始めましたが、今日はね、現場に30分ぐらいしか入れませんでした。30分、その後にレッスンが2時間のやつがあって、それまでにね、パッて行こうと思って、1時間で行けて戻れるかなと思って、まあ往復を歩いてって、まあ、20分で考えてっていうので1時間行けるかなと思って、片付けとか見ると、そしたら実際帰る時間を30分からさ40分かけるかなっていう感じでしたけど、30分ぐらいかな、30分ぐらいかなっていうことで、なかなかそれでスケッチするっていうのはなかなか大変でございますけれども、頑張って、スケッチしました。朝方で、今日の日はちょっと少しヘイジー、晴らしてその後は晴れてはいますけれども、スカッて抜けてる感じはしませんけどね、なので空の色を朝ですし、そんなに青く真っ青じゃないし、逆光というか太陽があっち側にある島の方からありますので、そういう感じになると思います。スケッチの段階にそこまでの表がなかなかつくのは難しいなと思っているので、後でですね、それだけで終わらせちゃうと、もったいないと思うので、自宅に帰ってからレッスンを終えた後、またね、ちょっと、カットしました。で、全体、まあ、全部で合わせて、まあ、1時間ちょっとぐらいですかね、1時間、20分ぐらいですかね、入った作品です。で、こういう鉄橋と、ね、橋、ニューヨークの貴重な橋なんですけど、いっぱいあります。マンハッタンブリッジですか、クイーンズブロードブリッジとかね、いっぱいありますね。そういう、こういう形のことができたら、昔からあるんですが、100年以上数の橋ですけど、やっぱこういう橋描くのはね、なかなかいっぱい鉄の部分がこういっぱいありますから、細かいとこがありすぎて、あんまり描きたくないんですけど、ちょっと細かいの嫌だって感じなんですけど、スケッチ短い間、30分の間で描けるところまで描くっていう感じで、大体のところを描いていって、描きました。スケッチのこう、なんていうのかな、こう、特
調特徴とかやっぱあのね細かく書いてたら全然仕上がっていかないので、大事なところをねしっかり持ってくっていうのが大事なんだと思いますので、ね、大きく見て、そして、今日はですね、この構図のギリギリ、足の転倒中ギリギリまでで、下の方をちょっと切り取って、見ますか。水のね、ここのね、川の流れ、よく川の後ろ見えてると思いますけど、家のほど明るくはないですけどもね、あの絵の方が明るく、薄い味で作っておりますけれども、この川自体はこのまま下にダウンタウンに行ってね、自由の女神とかもね、見えるところの方までバッテリーパークとかありますけれどもね、そっちの方まで流れている川でございます。僕はいつもスケッチするときは大体夕方が好きで行きますね。真昼の12時とかね、真上に太陽がある状態、あ、もちろん暑い、ね、夏になって特に暑いしあるけど、あの光がね、やっぱある程度夜からとかの逆光であったりとか、そういうのがやっぱ海も見やすいんじゃないかなと思ったりしますので、前方というか、まあ、上からの光だと影の表現がね、なかなかしづらいっていう感じで夕方を選んでますけど、今日は朝方、まあ11時過ぎになったので、横の方に太陽があるというのが来てね、ある程度海じゃない川にね、イスリバーにね、少し、揺れてる表情なんかもつけられるなと思って、ということでね、ここからは、家に帰ってからレッスンを終えた後に、解説しました。まあ、大体で大きくのスケッチらしい絵としてね、もうこれで終わらせてもよかったのですけれども、あのね、せっかくだからもうちょっと描いてみようと、いうことで、ちょっと加湿して細かいところとかね、もう少し陰影をつけたり、水の表現とかをつけていったりしております。そういえば僕の誕生日が6月15日ありまして、連日連夜イベントがありまして、16日は、勝間で火山と境で演奏 して、そして土曜日は、盛り上がって、僕の、コンサート、誕生日コンサート、たくさんの方に来ていただきました。本当にありがとうございます。また連日連夜飲んで食べたりしておりますので、だんだん胃腸がおかしくなってきておりますので、そしてお酒のせいでまた鼻声になってお聞き苦しいと思いますが、すいません、もっともっと鼻声で、またもっと鼻声になってしまっております。ということで、モノマネはまた鼻声のチャギ&アスカか松山千春か、それとも武田鉄矢にしておこうかななんて思っておりますけれども、余計なことなどなんて、また余計なことを言って歌ってると大変なことので、このまま喋っておりますが、今日は静かめに喋っております。若い頃からあんまり滑舌も良くなく、そしてアメリカ長いと日本語もよく喋れなくなってきております。大変でございます。ということで、今絵の方はですね、ちょっと濃いめのとこ、木のね、影の部分を入れたりして、ちょっと陰影をね出して見ております。もう少し深めな表現にしたいなと思って、そうするとさっき少しイラストっぽいね感じになっておりますので、それ少し修正というかしております。まあ、それはそれでいいと思うんですけどね。これちなみに この橋のね、横の向かって左側にある建物にね、僕の生徒さん、ウクレレの生徒さんが住んでまして、明日ここにね、ウクレレの、生徒さんたちの集まり、なんていうのか、同窓会みたいのがありまして、
僕ね、そのニューヨークママサロンさんっていうところで7年間ぐらい教えてたんですね。まあまあ、まだ、これからも教える機会があればね、あれだと思うんですけど、明日はなんか集まって、まあ、レッスン兼、バーベキュー会みたいな感じでね、ちょっと楽しみにしております。ここに住んでらっしゃるのでね、そうなんですよ。ここの方、僕の絵画展にもね、お越しいただいて、その来ていたやつ3人でね、ちょっと明日レッスンやって、楽しいレッスンとウクレレ弾いてバーベキューやって、ちょっと楽しみにしておりますけれどもね。そういえば、先ほどのパーティーのね、僕の誕生日会コンサート、本当盛り上がったんですけど、演奏に、ね、来ていただいた数、それからシンガーのあけみさん、みすずさん、ありがとうございます。そしていっぱい、お客さん来ていただいたんですけど、会場で、ちょっと、ね、オークションっていうのをやりましたよ。ちょっと実験的に僕がね、普段、毎週日曜日にね、教えてるんですけども、絵を描いて、絵の教室やってるんですけど、日曜日だけの日曜日、生徒さんと一緒に描いてる絵があって、1年半ぐらいずっと一緒にやってきた、その時に描いてきた絵をね、それをね、まあ、紙がそんなにいい紙とか、まあ、いや、画用紙とかのもので、初めの頃描いてたやつがあるんですけど、もうそれ、オークションで、あんま安くてもいいからね、ちょっとね、誰かお譲りしようということでね、10枚ほど、持ってったんです、そしたら全部オークションでね、全 10作品というか10点ね、全部完売して、しまいました。とっても嬉しいことですね。皆さんにね、自分の絵が、持っていただけるというのはね。でまたそういうなかなか普段ね、絵を買ったりする経験がないっていう方にもね、買いやすいように安くめにねオークションしましたけども、そういうことをきっかけにね、また絵にね、ご興味を持っていただけたらなと思います。ということで、今回は こういう感じでスケッチに行って、家で修正、ね、加筆してっていう感じになりましたけども、ぜひぜひ皆さんも外に行ってね、絵を描いてみたらどうでしょう。スケッチは難しいですよ、そして楽しいですよ、という感じで、こういう感じでできました。今日は透明水彩、スケッチイーストリバーの59丁目橋ネクインズボローブリッジとルーズベルトアイランド等を描きました。はい、ということで、まだまだです。ウグキャットでした。